心差し補正饅頭は、東京都中央区明石町にある塩瀬総本家が製造、販売する山芋饅頭。すりおろした山と芋と米粉で皮を作り、小豆あんを包んで蒸し上げた一口饅頭で、上面に心差し補正の薬きが押してある。製造には機械を使わず、徹底して手作りにこだわっている。日本の饅頭は、虎屋系の酒饅頭と、 塩瀬系の薬饅頭の2系統があるが、心差し補正饅頭は、後者の名を650年余りにわたり受け継いできた直系ブランドにあたり、塩瀬総本家は、日本の饅頭発祥の店ともされる。塩瀬総本家本店この饅頭のルーツは、南北長期の幾家僧人、林清元に遡る。石膏省生まれの清元は、僧の巧妙な詩人、林那の光栄と伝えられ、 元に渡って修行中の達山徳美が寄宿していた禅寺で饅頭職人を務めていた。1341年に達山が帰国する折にはその俗弟子となって付き従い、韓国神社がある今の奈良市韓国町の林工事という場所に今日構え、肉などを詰めて作る満島をヒントに自ら考案した饅頭という歌詞を作り始めた。それは、戒律で肉食できない、 日本の前奏のため、小豆あんに甘酢らせんと塩を加えたこしあんを具とし、小麦粉を水で練り発酵させたラーメンを使って、皮とするものだった。甘みといえばせいぜい柿や栗の干したものしかない当時の、日本においてこれは革新的な菓子であり、寺院や上流貴族の間で大評判となった。場所柄これは、奈良饅頭と呼ばれ、 形状は、底が扁平で上が丸く膨れ上がり、清本が表に、くれないで、林の一字を描いていた。清本がこの饅頭を、小村上天皇へ献上したところ、天皇はこれを大いに褒め、清本を調遇して、救助を賜った。彼女との婚礼に臨み、清本は、紅白饅頭を作って商法に配り、これが、刑事の紅白饅頭の講師となった。清本は帰化し、 自男事情を設けたが、辰山禅寺が没すると、寂しさのあまり帰国してしまい、万獣作りは残された祭祀だけで続けられた。ほどなく一族の一部は、京都に移り、奈良の南家と京都の北家に分かれた。京都の一族はさらに、京都北家と京都南家に分かれてそれぞれ繁盛し、京都北家は後に、塩瀬の名を冠して、現在の塩瀬総本家につながり、京都南家からは、 戦国時代に、林総司が出て、文化人として活躍することになる。奈良の南家は、大阪夏の陣の後に菓子屋業へ展示、饅頭屋は廃業した。清本の孫の林小藩は中国に渡って、成果を学び、山芋饅頭の製法を得得して帰国した。以降、それまでの小麦粉に代わって、山芋と米の粉をこねた皮で餡を包むようになり、これが、 塩瀬系の薬まんじゅうの原型となった。現在の塩瀬総本家は、この当時のレシピを今も守りや味を変えていないという。1462年に、商藩の店は、カラスマ山城へ移転したが、応仁の乱による荒廃で生涯どころではなくなり、三河国の塩瀬村へ疎開した。やがて乱が収まり、刑に戻ると、長くいた、塩瀬の名を野号に据えるようになった。 小藩は万獣を時の御土三角天皇へ献上し、五十七の霧の門を賜った。塩瀬の万獣は評判を呼び、八大将軍、足利義政から、日本第一番本万獣書林支援世の直筆の看板をもらい受け、代々御社の御用を務めることになった。塩瀬の万獣は、織田信長、明智光秀、豊臣秀吉、 徳川家康といった著名な戦国大名に献上され愛好された。長篠の戦いの折には、家康出陣にあたって、林宗治が本万獣を献上し、家康はこれを兜に持って軍心に備え、戦勝を祈願した。江戸時代になると、塩瀬の一族から宗治が江戸に移り、そこで新たに塩瀬万獣ののれを構えた。関東で、塩瀬の万獣は、 下り物として珍重されて、飛ぶように売れた。1777年間の、江戸吹き地材という復帰番付には、歌詞の部として、1位に、林塩瀬を挙げている。法外道人の、江戸名物詩では、次のように塩瀬の店を読んでいる。天馬町頭塩瀬店饅頭元祖製造優、新米朝虫立川除海、総会世間下個人塩瀬の饅頭は、 将軍家御用達、明治新後は、宮内庁御用達となり、店は、天馬町、有楽町と場所を変え、戦災後は、明石町の現在地で営業している。ありがとうございます。